このような小型のポッパーをね、楽しく動かせるためにね、スナップを使いたいんですが、非常にね、小さいスナップで、こう、外してね、あ、飛んでいっちゃった。外して、ここにね、入れたいんですが、ポッパーの場合はね、かなり、ね、横から見ても、へこんじゃってるんでね、この取り付け部分の金属が、金具がね。ですからね、これを入れるのはね、非常に、難しいです。至難の技ですね。入らないんで、このね、入ったはいいけど、取れなくなる可能性があるんで、そういう場合はね、ループノット使いましょう。ちょっとやりづらいんでね。ループノット。糸を、リーダーをね、固結び。普通のね、結びですよね。輪っかを作って、本線の上に乗っけてね、くるっと回して輪っかをこう作ります。で、先糸をルアーに入れて、輪っかの中にね、1回、2回入れるとね、非常に強いです。2回入れてね、こういう状態。で、輪っかをね、なるべく縮めてやって、この本線にね、2、3回くぐらせてやって、で、下にね、ギュッと引っ張ってやりましょう。ギュッギュッギュッと。で、余り糸はカット。そうすると、ここにね、スナップの場合ね、自由に動く、可動範囲の広いね、結び方ができるんでね、非常によろしいと思います。どうしてもね、これはね、取り付けづらくて、無理な場合が多いんですね。ポッパーなんかの場合ね。特に楽しく動かしたい場合。今入りましたが、これね、外すときにもう外れないんで、スナップをね、変形させなくちゃいけないんですよね。非常に厄介ですから。こちらのね、ノットをおすすめします。